おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2716です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後方にも言ったと思いますけど、今回もまたねプラモデルを作っていきたいと思います。で、このシリーズですね、まあもっとねいっぱい出るかなと思ったんですけどね、まあかなりスローペースで今回で3体目みたいなね、そんな感じのものを紹介したいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、装甲娘の LBCS ジ・バニャン小桜つぐみ、これをね紹介していきたいと思います。まあこのねジ・バニャンはね何とも言えないですけどね、はい、こちらをね紹介していきたいと思いますが、登場作品は装甲娘ですね。装甲娘は過去に2つですね、アキレスとエンペラーですね、やりましたけど、まあ3つ目という感じ。もうちょっとね出るかなと思ったんですけどね、その間にアニメやりましたんでね、アニメの中から何体か出るかなと思ったんですけど、結果出ずこいつになったという感じかな。はい、一応パッケージこんな感じになっておりますよと。で、横を見るとこんな感じと。こちらがフロントですね。で、バック、猫パンチとかね、こんな感じの稼働とかね、ギミックが載っております。で、これですね、女神デバイスとかね、フレームアームズガール、まあどちらかというとフレームアームズガールよりかな、女神デバイスのような感じでね、パーツ外してね素体とかにできればね、それはそれで面白いと思いますけどね、このシリーズは特にそういうことがありませんので、どちらかというとフレームアームズガールよりですね、みたいな感じになっておりますよと。で、こちらで、さらにこんな感じですね。表情パーツが全部で4種類ですね。片目ウィンクで、こちらが多分通常かな。で、困り顔の方向フェイス、こんな感じになっております。で、デカールがこうですよというふうに載っておりますので、早速開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつものパターンですね、箱を逆さまにしてスポンと抜いておりますので、説明書関係がね上にありますが、本来はそこですよと。なのでこの辺はね後にしまして、まずは危ないパーツの方見ていきましょう。よいしょと。はい、でまずこちらですね、ここのところに塗装済みのパーツですね、表情パーツだったり首回り、あこれ背中かみたいな感じでありますよと。はい、でここにですねリード線のようなものがありますね。一応こんな感じのものがあります。でこれですね、黒じゃなくオレンジなので代わりはね効かないと思いますね。うん、ちょっと大変かもしれない。はい、一応こんな感じですよと。であとここのところに股関節かな、でこちらがポリキャップですね。でここのところでいつもの簡易ベース、まあこのベースに関しましてはね、メガビデバイスだとね、ここにね刻印がありますけど、特にないつるんとしたタイプになっておりますよと。でこちらのパーツが多分走行パーツの一部ですね、太ももだったりとかね、そんな感じかなと。で2枚同じランナーが入ってますよと。でこちら紫ですけどね、こんな感じのパーツですけど、これ耳ですね、一応耳の内側のパーツになってますね。はい、でこちらのところが猫パンチですね。で足パーツですね、こんな感じのものが2枚ありますよと。でここにもねありますが、これ多分ボディーパーツ、これ腹部かなみたいな感じで、腰回りとかねスカートパーツみたいなのがありますよと。でこちらですね、ちょっと分かりづらいんですけど肌色っぽく見えますよね。こちらは髪の毛の色ですね、薄いベージュっていうかね、なんかそれっぽいような感じですね。うん、はっきり言うと茶色とかじゃないんでね、まあこの辺がちょっと微妙かな。でこれの裏側のところが肌色なんで、パッと見ね同じ色に見えますね。もうちょっとこっちね濃くてもよかったかなって感じですね。一応こんな感じのパーツで、こちらが足ですね。で肩パーツだったりとかありますよと。はい、でこちらのところがまあ膝関節とかももとかね、そんな感じかなと。でこちらのところスカートパーツだったりとかね、こんな感じのパーツが収まっております。で最後まあこちらねエフェクトパーツみたいなのもありますが、ボディーパーツの一部だったりとかね、こんな感じのパーツが収まっておりますよと。はい、一応パーツとしてはこんな感じになっております。予想に関してね、かなりパーツ数が個人的には少ないと感じましたね。最近紹介しましたウェーブのテッカマンブレードとかね、あとは中華製プラのねラビットとかねありましたけど、あれと比べるとかなりパーツがね少ないと思いますんでね、簡単に作れるんじゃないかなと思っております。でこちらがデカールですね。目のデカールがありますが、まあのっぺらフェイスついてこないのでね、前塗装をかけた時に貼り直すとかね、それ用の目のねデカールという感じかな。はい、一応こんな感じのものがありましたと。そしてこちらですね、説明書ですよと。装甲娘 LBCS ジ・バニャン小桜つぐみとなっております。はい、一応こんな感じで、まずペラッとねめくりまして、まあ注文表もありますけどね、一応こんな感じのポーズ一覧みたいなやつがあって、パーツの切り離し方ですねが載っておりますよと。で次のところにランナーリストですね。
まあ、ランナーリスト見ていただくと分かると思いますけど、空白部分というかね、この隙間がかなり多いですね。なのでパーツ数はかなり少ないと思います。はい、こんな感じですよ。で、頭部から作りますと。髪の毛パーツ作っていきまして、もうここで頭部パーツが完成です。で、ボディーパーツ、内部パーツ作っていって、外側にね、側パーツ組み合わせていけば、こんな感じでボディーパーツができる。で、それからスカートパーツが作っていきますよと。で、ハンドパーツ、まあこんな感じで、ね、作っていきますが、ハンドパーツに関しましては基本的にこの手首パーツだけなんですね。通常のね、手首パーツがあって交換してこの猫パンチになるっていうね、そういう感じじゃなさそうですね。これが基本の手みたいですね。で、腕とかね、塊作っていきますよと。で、次に足。で、足もこんな感じで作っていきまして、まあ大体この辺でね、完成なのかなと。で、出来上がったパーツをね、組み合わせてあげることによって今回のやつが完成すると。で、エフェクトパーツの組み付け方ですね。こんな感じのものも載っておりますよと。ここですね、付属のリード線でつなぎますんでね、この辺の自由度は高そうかなと。ただまあ、裏から見たときに、ちょっとね、このアタッチメントっていうかね、これがちょっと見える構造っぽいので、ここの部分がね、もう少し厚めのね、板みたいなやつで、下からズボッとね、差し込む形だと、裏側がね、スッキリしたんじゃないかなと思いますね。はい。一応こんな感じです。で、ハンドパーツがね、この辺もね、移植することができるようにはなってるみたいなので、こちらですね、フレームアームズガールマテリアですね。まあ、こちらありますけど、こっから手首パーツを利用することができるとかね、そんな感じでね、連動ギミック的なものもあるというふうになってますね。はい。で、こちらのところにカラーガイドがありますよ。で、裏側という形になっております。はい。なので、いつもの通りですね、今回組み立て、次回ギミック編というふうにやっていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方をざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらに頭部、真ん中の方にボディですね、そして腕と足というふうに用意してありますよと。で、台座とですね、尻尾関係はね、ちょっとスペースの関係で入らなかったので、後でね、また出したいと思います。早速ですね、頭部パーツから作っていきたいと思いますが、髪の毛パーツ、多分大外がこの辺かなと思いますね。これがですね、実はちょっと分かりづらくて、探り探りちょっとね、つけていきたいと思いますが、多分この辺でね、いいと思いますが、まずパーツ2つを重ねるよと。多分これとこれかな、このパーツがちょっと違うねみたいな感じで、かなり似てるパーツがね、多いので、その辺ですね、しっかりと把握しながらね、作っていく必要性があるのかなと。はい、一応こんな感じでね、ここまず重なりましたよと。これが入りましたら、中心部分となるね、こちらのパーツを用意してあげまして、これに対して組み付けると。はい、こんな感じですね。で、この時ですね、こちらに2本ね、突起があって、後ろに短いやつがありますけどね、こちらが後頭部側になりますよと。で、反対側ですね、こちらのところに髪の毛パーツを設けますが、その時に使うのがこいつかな、と思っておりますよと。で、ちょっと仮にね、はめ込んでみます。はい、多分これでいいと思います。これでね、まず大枠ができましたと。で、これができましたら、こっちがですね、先ほど言った短い2本ですね、こっち側に前髪のね、大部分のパーツというかね、このパーツがここに入ると。で、これが入りましたら、前面側にもね、ザクッと刺して固定していくと。で、この時ずれたりとかするとね、破損する危険性がありますので、十分注意しながらね、ここに差し込んでしっかりと組み付けてあげましょう。はい。で、こいつですね、向かって右側のこちら側は丸軸でね、しっかりと入りますけど、こっちがですね、向かって左側とかね、左に該当する部分に関しましては、ちょっと引っかかるだけなんでね、ここの部分気になる方は接着した方がいいのかなと思います。はい、一応こんな感じでまず組み付けましたと。で、これができたらね、後ろ側のここの丸いくぼみですね、ここの部分に対してこちらのね、髪の毛パーツを入れると。で、これですね、今ね、入れましたけど、力のかけ方によってはね、根元からボキッとね、いく可能性がありますんで、十分注意しながらね、こんな感じでね、しっかりとセッティングしましょう。これができたらね、ちょっと避けておきまして、次に後頭部パーツを作りますと。で、後頭部のまずベースがこちらですね。こちらのパーツのところに対して、こいつかな、これが上のところかな、ここにとりあえずはめますよと。で、さらにこいつですね、下の部分のパーツをここにね、しっかりと入れ込んであげて、ここに組み付けてあげますよと。はい、こんな感じ。これができましたらね、上からここの部分に対してパネルパーツですね、こちらのパーツをここに入れるよと。で、これ入れるときに向きが決まっていると。ここの丸いくぼみですね、こちらが前面になります。ここに対して、まあ、こいつがね、スポッとはまるようなね、イメージですね。はい、こんな感じで入れましたと。で、これができたら、まずですね、
中のこちらの内側のところに対してこれかな、髪の毛パーツを1個セッティングしますよと。これを先に入れないと後々ね組むことができなくなるみたいなので入れましょう。形状合わせではないね。うん。なのでここね位置合わせして入れておきましょう。はい、こんな感じでね1個セッティングしたと。でこれをね覆うような感じで外側のねパーツをここに組み付けると。はい、でここにさらに外側となるね髪の毛パーツを設けていきますよ。でこれですね、似た形状のやつがこういう風にありますんでね、それ間違えないように組んであげましょう。はい、こんな感じで重ねていきますよと。でこのパーツとこのパーツですね、外側に該当するパーツを先に組んでおいた方が楽かなと。今つけた感じちょっとねここ内側がね若干空間ねありますんでね、そこでバキッとね行く可能性があるかなと思いましたんで、先にですねそういう部分が起こらないように組める部分のパーツは組んでおいた方がいいのかなと。これ入れてこの2つのパーツ重ねたやつをここに入れるっていうね、そういう風にした方がいいと思います。はい、これでね問題なく入りましたね。はい、これでできましたと。でこれができましたら中心ですね、ここのところにこいつですね、このパーツをここの部分にズボッとね差し込んで組み付けてあげましょう。はい、でこれが入りましたら表情パーツ、とりあえずね普通のやつにしようかな。これをここにサクッとね入れてあげまして、これでね表情パーツセッティングできましたので、あとは前髪パーツですね、これを組み付けることによってとりあえずこれでヘッドパーツですね、これができますよと。そしたら上に取り付けるね耳を作りましょう。耳に関しましてはこいつですね、こちらのパーツの内側にこれを入れていきますよと。で多分ね決まっていると思います。今適当にやって多分正解したからいいと思いますが、間違ったやつを入れるとね多分はまりませんので、そこの部分考えて入れなきゃダメですね。このちょっと大きいやつ、これをこっちに入れようとするとはまりませんし、サイズ感的にねこの小さいやつに入れようとすると入りませんのでね、無理やりやると割れてしまいますんでね、ちゃんとサイズ感をね考えながらここにしっかりと入れてあげましょう。で入れた感じそんなにねスポスポ抜けることはなさそうなので、接着しなくてもねいいと思いますけどね、もしポロポロね取れるような状態であれば先にねしっかりと接着してね一体化させておいた方がいいのかなと思います。はい、一応こんな感じでね内側のパーツ入れましたので、これで準備がね完了したらあとは上の部分に組み付けるだけですね。はい、でとりあえずこのね下がってるやつっていうよりもこういう風にピンと立ってるやつですね、これをちょっと今回つけていこうかなと。とりあえずこいつに関しましてはねただ上にズボッと差し込むだけで完成ですね。これで組み立て完了となりますね。はい、これで頭部パーツできましたと。これだけでもねかなり複雑な機構ですね。はい、こうなっております。では次にねボディーパーツいきます。ボディーパーツがまあフレームアームズガードとかね女神デバイスと同じような感じではなく、ちょっと特殊ですね。こちらのね4パーツになるんですが、こちらが下ですね、こいつを中心にしてあげまして、このパーツがここに入るよと。その時にこいつですね向きが決まっておりますね、後ろの方が肉抜きになっておりますんでね、肉抜きじゃない方が前面になるように配置するよと。で今組み付けたねこちらのベースですね、このパーツピンがあるやつとないやつがありますんでね、ピンがない方を前面に向けてこういう風に組み合わせると。でこちらが首パーツですね、これをここに配置するよと。でこれがセッティングできましたら、このパーツをねズボッと差し込んで一体化させて内部パーツを作ると。これができましたら前面と背面ですね、こちらの塗装がねされてないやつが背面になりますんで、とりあえずこれをここに入れましょう。塗装済みパーツが前面になりますんで、これをここに入れると。でこれ入れるときにね爪引っ掛けてねガリッとやるとね塗装を傷つける可能性がありますんで十分注意ですね。はい、一応こんな感じ入れましたと。でこれが入りましたらね、まず中心部分に対してこのパーツ2つですね、1つはクリアパーツ、1つはねこちらねグレーのパーツですね。このパーツ2つを重ね合わせてね一体化させたものをね用意しますよと。でこれが準備できましたら胸部パーツのところに差し込みますよと。でこういう風にね組み合わせてこいつをここに差し込みましょう。はい、取り付け向きとしましてはこういう感じですね、クリアパーツが下を向くような感じ入れてあげますよと。でこれが入りました中心部分ですね、組み付けた首ジョイントというかねそこに対してこのリングパーツを入れてあげますよと。はい、でこのパーツが入りましたらここに対して首をね入れますよと。向きとしてはねこういう風に決まってるみたいなんですけどね、一応こんな感じ入れてあげて中心部分に対してこちらねジョイントパーツをここにプチッと入れるってね、
こんな感じで組み付けてあげますよと。はい。これでとりあえずね、胸部パーツできましたので、次に腹部パーツとかを作っていきますよと。腹部パーツはまずこの2つですね。肌色のパーツ、これ2つを組み合わせた、このね、ジョイントパーツを作ります。これができましたら、上のところに対して、この肌色ですね。これが背中側ですね。で、前面側にこちらのパーツを組み付けてあげましょう。はい。こんな感じ。で、これができましたら、上のところに対して、こちらのね、オレンジ色のパーツですけど、ここのね、前面部分が斜めカットになるようにね、用意してあげまして、これをね、上から下に向かって差し込んであげますよと。はい。こんな感じ。で、このパーツですね、横のところにね、かなり小さなね、突起がありますんでね、そこの部分、パーツ処理するときにね、削り取らないように注意しましょう。はい。一応こんな感じ入れましたと。で、これができたら下ですね。ここの溝のところにこいつですね。この二つを重ね合わせたものを用意するよと。内側のところにね、LR の刻印がありますんでね、間違えることはないと思いますが、ちゃんとした位置に配置してあげて、ここの溝ですね。ここの中にスポッと入れ込んであげましょう。これがセッティングできましたらね、抜けないうちに、この白いパーツね、こっちが後ろになりますんでね、これをここにしっかりと入れてあげましょう。はい。で、このような感じでね、セッティングが完了しましたら、このパーツがね、一応腹部と腰回りと。で、ここの周りのところにスカートパーツを作っていくという感じですね。はい。とりあえずこれとこれはね、組んでおきましょうか。はい。こんな感じでね。これでこちらのね、ボディーパーツ、ここまでできましたと。で、次にスカートパーツ。まずはスカートの前面を作りますよと。スカートの前面に関しましては、このパーツですね。こちらのジョイントがここにはまりますと。そして前面部分にこいつがね、入ると。これでとりあえずね、前面パネルができましたと。で、これができたらね、ここのね、T 字のジョイントですね。ここの部分に対して、こいつが入ると。ただですね、このパーツ見ていただくとね、めちゃくちゃ似ております。で、これですね。前面と背面ね、形状がね、違うというか、サイズ感が違いましてね。これどっちがどっちかね、ちょっとわかりづらくなると思いますが、後ろに該当するのがこのピンありですね。なので、こちらのツルンとしてるね、こっち側が前面パネルになりますんで、これをここにね、セッティングしてあげて、あとはここをね、固定するようにこのパーツをつけましょうと。で、今適当に用意したんでね、多分間違ってると思いますが、このパーツもですね、前面と背面でね、同じような形状なんだけど、サイズ感がね、若干違うパーツがありますんでね、それ間違えないように選択して、このような感じで組み付けてあげましょう。はい。これでスカートパーツの前面が1個できましたと。で、次に後ろですね。それを作りますが、用意しておいたこいつ。こいつに対して、これがはまりますよと。で、これが入りましたら抜けないうちにね、後ろのパーツを使って固定してあげて、後ろのね、この内側ですね。ここの部分に対してこのね、ひらひらをここに設けますよと。で、奥までしっかりとね、ぐっと差し込んで一体化させて、組み付けてあげましょう。これもですね、抜ける可能性がありますんでね、ここの部分も接着しておいた方がいいのかなと。はい。で、さらに外ですね。ここの部分に対して、このパーツ。それと、これですね。これを組み合わせたものを用意するよと。こちらの穴ですね。これが下を向くようにしてあげまして、ここにね、パネルパーツを設けて、で、2本ね、生えてる突起を使って、こいつにね、差し込んで固定するよと。こちらのパーツですね。このパーツの、ここですね。両サイドのところに、付属のワイヤーを使って、尻尾っていうかね、それをつけると。で、真ん中のこの穴のところに支柱を取り付けるみたいなね、そんな感じのパーツだと思います。はい。これで後ろのパーツもできましたので、次にサイドを作ります。サイドに関しましては、まずはこいつ。それと、こいつですね。これを組み合わせてあげると。そして裏側のところにこのひらひらですね。これをつけますよと。で、このひらひらに関しましてはね、似たようなやつがね、結構ありますんでね、間違えないようにこういう風にね、組み付けてあげまして、ここの両サイドにね、突起があります。ここの部分に対してこいつをつけると。で、これをつける前に、こちらね、細いやつ、先にセッティングしておきましょう。これですね、先に入れておかないと非常にやりづらいですね。はい。一応こんな感じで組み付けていきます。もう一つも同様にね、ここに組み付けてあげて、一体化させて、で、これをここに入れると。で、これがね、一個セッティングできましたら、反対側からね、固定するようなイメージで、こいつをね、ザクッと差し込んで一体化させておきましょう。はい。で、ピタッと組み付けると、これでね、サイドパーツ一個できましたと。これと同じ構造で、もう一個ですね、作りますよと。で、前後というかね、それがわからなくならないうちに、この後ろのパーツをね、ここの部分に対して用意しておきました。このパーツをね、差し込んで組み付けておきましょう。
この時にですね、向きを間違えると多分ここのね、横のスカートですね、ここのパーツの向きが多分ね、変わってきてしまいますんでね、多分今ので合ってると思いますけど、こういう風にするとね、ここの部分の隙間が大きくなるし、前方方向に大きく出てしまいますんでね、多分これ間違いですね。多分このね、流れはこの形になるように作ってあげればいいと思いますんでね、このような感じでセッティングしてあげれば、これでサイドスカートがね、ついたという感じになりますね。はい、一応ここまでできましたと。で、次に腕を作っていきますよと。まず腕パーツに関しましてはね、このパーツとこのパーツ、これの間にね、ジョイントパーツを設けます。で、これがセッティングできましたら閉じ込んであげまして、内側のね、ここの部分に対して肉球ですね、これを設けていきますよと。で、これ1個入りました。で、次ですね、こちらの内側のね、突起の形状とこちらね、受け側の形状ね、決まっておりますんで、それで合わせて組み付けていきましょう。はい、で、次のパーツという風に1個ずつね、形状を確認して入れていきましょう。で、このパーツですね、下手すると抜けてしまう可能性がありますので、もしですね、抜けるようだったらね、事前に接着した方がいいですね。はい、一応こんな感じでできましたと。そしたら次に肩周りを作りますよと。で、肩周りに関しましてはね、作り方は基本的にいつもと同じ感じでね、まずは肩部分を作りましょう。で、これがですね、できましたら二の腕となるパーツを用意するよと。二の腕となるパーツに関しましては、この肌色ですね、これをここに直接組み付ける。で、このボールですね、こちらのボールをここに入れますよと。で、こいつがここにプチッと入ると。で、ここのボールに関しましては、ここに対してさらにね、アーマーパーツがつくとかね、そういうわけではなく、これはこれでおしまいです。ちょっとね、なんかあんのかなと思ったんですけどね、特になさそうですね。まあ、一応こんな感じでつけてあげると。で、前腕を作りますよと。前腕に関しましてはこちらですね、こちらのジョイントパーツのところにこいつを設けると。で、反対側からね、こちらを使って固定してあげると。こんな感じでここまでできましたと。で、これをですね、先に組み付けようかなと。というのもちょっとね、小さいのでやりづらいんでね、こんな感じでね、用意した方が楽だと思います。で、これをね、組み付け完了しましたら、外装パーツとしてこのパーツをつけると。ここのパーツですね、内側のところに LR のね、刻印がありますので、右腕用、左腕はね、分かりやすくなっておりますので、それで把握してね、ここにズボッと差し込んであげる。もう一つも同じような感じに入れてあげますよと。で、さらにここのところにね、こちらのパーツがズボッと入ります。さらに後ろ、ここのところにね、こちらのパーツが入ります。これが入りますので、今のね、組み付けたパーツの小さい突起がこちらね、片側っていうかね、ここの部分に向かってね、つくようにセッティングしてあげますよと。はい、そして手首ジョイント、手首ジョイントに関しましては、このパーツ2つですね、これを重ね合わせてね、いつものような感じのジョイントを作ってあげまして、こちらのね、丸軸の方を上に向けて、こちらのパーツをカチッとね、引っ掛けるように取り付けると。で、その時に内側にですね、三角のマークがありますが、この三角のマークがですね、最終的にボディ側に向くような感じでセッティングしなきゃいけませんので、このような感じでね、強引に入れまして、この形ですね、向きが把握できている状態でもうここに組み付けてしまいましょう。はい、で、こちらのボールのところに組んでおいた手首パーツというかね、このパーツをつけてあげることによって、これですね、腕部パーツが完成となります。はい、で、足に流れていきますよと。足に関しましてはね、ももパーツというよりも先にこちらのね、膝関節ですね、このパーツを用意します。で、これの上のところにこいつですね、こちらのパーツがズボッと入りますよと。で、この時にですね、こちらのパーツに関しましても内側のところにね、 LR の刻印がありますので、右足左足ね、把握しやすいようになっております。で、これ2つ重ね合わせてね、こちらのパーツを作り、で、さらに下の部分に対してすね周り用のパーツをつけていきますよと。で、これちょっと差しにくいですね、まあちょっと注意しながら入れてあげましょう。で、あとこちら、このパーツもですね、内側のところに LR の刻印がありますんでね、左右混ざらないようになっておりますよと。はい、この辺のね、左右の判別が効くようになっているのは非常にいいですね。で、とりあえずこのパーツができましたと。これができたら先にすねですね、そちらを作っていきますが、こちらの穴ですね、2つ穴ありますんで、ここに対してこいつが入ると。このパーツもですね、内側に LR の刻印がありますんでね、これで把握しながらつけてあげましょう。これができたらもう一つのパーツで閉じたいところですが、先にこちらね、濃い色のやつ、
こいつ二つをね、重ね合わせて一体化させてあげまして、こいつをですね、ここの部分に入れると。で、反対側からね、こいつを使って固定してあげて、この形を作ると。これができましたら、こちらですね、ももパーツ側のところに対して外装パーツをつけますよと。で、こちらの長いやつが前面ですね。で、短いやつが背面です。こんな感じで作ってあげようと。説明書のね、イラストだと、この長いやつがですね、横に配置されるような感じにね、見えるんですね。というのも、組み立てがですね、最初に作ってたパーツってこの形なんですけど、この外装パーツを組み付けるときだけ、90度ひねったね、この形になっておりますんでね、ちょっと把握しづらいっていうね。ここの部分はそのままですね、この形で前から後ろからの方がね、説明がね、わかりやすかったような気がしますね。で、上のここのね、膝関節のところに対して、アーマーパーツをズボッとね、差し込んであげると。で、さらに前面のところにこちらのパーツがね、ここに入りまして、で、これが入りましたら、ここですね、下のところに対してこのパーツが入ると。で、その時正面から入らないでね、90度ひねったね、この形にしてあげて、ここにスポッと差し込んで、カチッとね、入りましたら上に向けるっていうね。で、最終調整でしっかりと入ってるのを確認しましょう。はい。これが入ったら桃パーツを作ると。桃パーツに関しましてはね、まあ大体いつもの形ですが、こちらのパーツの内部にこれを入れると。このパーツがですね、向き決まっておりますので、一応把握しながらね、ここに入れてあげて、下のところにポリキャップを入れますよと。で、あとこいつをつける。このパーツもですね、他のパーツと同様にね、LR のね、刻印が打ってありますんで、分かりやすくなっておりますよと。はい。これでね、桃パーツできましたので、差し込んで組み付けてあげましょう。はい。そして足首を作ると。足首パーツに関しましては、このパーツですね。これ2つをとりあえず重ね合わせて、ここの部分に対してかかととなるね、こちらのパーツですね。このパーツ2つを重ね合わせたものを用意して、これとこれをね、差し込んで一体化させましょう。で、このパーツもですね、下手するとね、抜ける可能性がありますんでね、接着した方がいいと思いますが、こんな感じ。そして、そこのパーツをここにね、入れてあげて、上から組み合わせてね、こちらのパーツを作ります。はい。で、これができたら、ここにね、小さい穴がね、ありますけど、そこに対してこのパーツを引っ掛けると。こいつをね、引っ掛けるので、ちょっと広げなきゃいけないんでね、力のかけ方によってはね、これ、パキッとね、割れる可能性がありますんで、十分注意しながら、ここに入れてあげる。これができましたら、こいつをね、組み合わせることによって、これでですね、脚部パーツが完成という形となりますので、作ってないね、左腕と左足、ささっとね、作ってしまいたいと思います。はい。腕と足の方を用意できました。それ以外にね、スペースの方でね、入らなかったやつをちょっとね、追加で用意しましたけど、台座と尻尾関係ですね、こちらを用意しましたと。で、とりあえず、こちらのボディですね、こいつに対して足をつけますよと。で、反対も同様につけてしまいましょう。で、これが入りましたらスカートパーツを組み付けるという感じですね。多分問題なくね、つけなくてもね、いけるとは思いますけど、まあ、一応こんな感じでね、足パーツをつけた状態にしてあげますよと。で、これが準備できましたら、まずスカートパーツの前面ですね、これを設けると。その時にこちらをね、オレンジ色のパーツの内側のところにひらひらをね、設けますよと。で、このパーツもですね、左右の区別がありますので、十分注意しながらね、ここに組み付けてあげて一体化させる。これも同様にね、ここに組み付けてあげましょう。で、このパーツね、見ていただきますと、こちら側ね、端から端までね、ありましたけど、こっちないですね。こういう構造で合ってるみたいなんでね、こういう風に用意してあげまして、こちらのね、全部入ってるやつ。これがまずフロントのここに入りますよと。で、半分しか入ってないやつがこちらに入りまして、重なるとひらひらがね、ちゃんと一面にね、ペロッとなるような感じですね。で、これが準備できましたら、リアパーツですね。このパーツをここに入れると。で、その時にですね、腰部分の突起に対して刺さなきゃいけませんよと。ここにね、二つ入りましたね。はい。で、あとは前面パネルをここに組み付けて、腰周りの部分がしっかりとね、ロックされる形となりますよと。はい。こんな感じでここまで入りましたと。で、腕に関しましてはいつもの通りここにプチッと。で、あと反対ですね。同じような感じでプチッと入れてあげて、頭部パーツを差し込みますよと。それでとりあえず本体の方のね、組み立て自体はほぼ完成と。で、これができましたら後ろですね。こちらのところ。二つね、両サイドに穴がありますので、そこに対してワイヤーを取り付けると。で、このワイヤーに関しましては、まあこういう風にね、曲げて癖をつけますけど、
ここの先端ですね。ここの部分に対してクリアパーツ。これをね、サクッと入れてあげましょう。で、こいつ。平らな面に対してね、こいつを入れると。で、これがね、ただズボッと入るだけなんで問題なしと。これと同じ構造でもう一つね、作りますよと。で、この時ですね、つけてる今のね、この板ですね。こちらの向きですね。こちら今用意したやつが右側になりますんでね。まあこんな感じでね、適当に曲げておりますが、こんな感じで作ってあげて、これがまず右側ですよと。で、左側がこちらと。ここのですね、ゆらっとした流れですね。これが左右でね、区別あるみたいなんで、一応ね、説明書のイラストとかを参考に用意してあげると。これが準備できましたら、リアのね、ここのところに差し込んであげましょう。はい。こんな感じで組み付けることができると。ただまあちょっとね、相変わらず抜けやすいっていうかね、そんな感じになっておりますので、十分注意ですね、しながらここにね、差し込んで2つ組み付けると。はい、なんとか入れました。これでですね、ジ・バニャン、小桜つぐみ完成という形になりますよと。あと背中にですね、このパーツつけたいですね。このパーツも背中につけることによってやっと完成ですね。ここにね、付け忘れてましたね。ここに関しましては特にジョイントではなくね、造形されている軸をただ差し込むだけですね。これはちょっと次回のね、可動編の時にね、多分お話になると思いますが、ちょっとね、干渉源になりそうかなと思っております。はい。まあ、一応こんな感じで入れましたので、これでようやく完成ですね。で、あと台座に関しましてはいつもの形ですね。こちらの軸のところにアタッチメントパーツを設けて、これを取り付けて、で、あとリアアーマーに差し込むことによって、立たせることができるパーツになっておりました。はい。一応こんな感じですね。髪の毛パーツがかなり複雑。あとはスカートパーツですね。こちらの部分も前面、背面、側面ですね。似た形状のものがあったりとかね。こちらのひらひらに関しましてもかなり似ておりますんで、間違えたやつをね、付けようとすると破損する形勢がありますので、ちょっと十分注意が必要なのかなと。髪の毛パーツも結構細いパーツのね、集合体になっておりますんでね。力のかけ方によっては下手するとね、割れちゃいますんで、その辺のね、組み立て、十分注意が必要なのかなと。それ以外の腕とか足ですね。これに関しましては左右のね、判別がつけやすいように、内側のところにね、LR の刻印があったりとかしますんで、そこでね、判別しやすいのはとても良かったんじゃないかなと思いますね。あとは耳パーツも今ついてるやつ以外ね、形状違いのやつがあったりとか、表情パーツもね、今ついてるやつ以外にね、他に3種類とかあります。あと尻尾ですね。これに関しましてはね、こちらの曲がった形で造形されてるプラではなく、ワイヤーでね、接続されておりますんで、角度の調整とかね、それができるのは非常にいいですね。組み立ての難易度としましては、まあ、先ほども言ったことではありますけどね、前髪だったりとかね、スカートパーツとかね、そこの部分がちょっとね、慣れてないと破損とかね、失敗する危険性がね、ちょっとはありますけど、まあ全体的にね、作りやすかったんじゃないかと思いますね。ボリュームもそこまで多くないので、まあ初めて作るにはね、いいんじゃないかなってちょっと思っております。ただですね、実際稼働範囲とかはまだ見ておりませんのでね、そこの部分に関しましてはね、次回見ていきたいと思います。はい。ということで今回ですね、装甲娘の LBCS ジ・バニャン小桜つぐみ、こちらの方でね、組み立てやっていきました。はい。ということで次回ですね、次回はまずこちらのね、可動範囲とか表情パーツの交換、あと台座の組み付けですね、そちらをやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。